けーん、おはようございまーす。有名なアーティストがさ、いっぱい集まってさ、ハニホニホンチンチン、イソフラボン、味噌ラーメンとか言ってさ、変なね、おばちゃんのアーティストとか大御所呼んでさ、そう、紅白歌合戦みたいな日わざわざ開いてて、そう、めっちゃ金集めんだよね。そちらの方よねとか業界とか言うんだけどさ業界の方よねとかさうん、あ、内股の人？いや、わかりやすいのはね、こうよ。ね？普通、じゃあ、知り合いがいたとしたら、おーって感じでしょ？男の人だったら。おー。おー、田中元気？みたいなさ。でも、そっち系の人って、あれやだもん。あらー、元気？みたいな。なんかこの辺でこうやってさ、あらー、みたいな。いやー、とかさ。ねえ、わかりやすいでしょ？で、カバンとかもさ、ねえ、カバンとかさ、こういうタイプになるじゃん、こうやって。普通は男の子とかだったらこうやって持つじゃん。ねえ。カバンとかね。でもカバンとかをわざとこういうのさ、こう、なんかこうやったりとかさ、わかるかな？こうとかね、こうやってこうって思った。いや、折るの折るの、隠してても出んねん。あとね、なんかお尻プリプリしたりとかさ、こうやってね、歩くときにプリプリプリとかさ。いや、みんなはね、わかんない。でも、こっちの人たちはわかるのよ。もう、動きとかで。もう手の振り方、ね、腰の振り方、歩き方でわかんない。そう。あとね、目つき。一番わかりやすいの、目線だよね。じゃあ、例えば、もろね、見た目が男で、女好きそうな人がいるじゃん、のんけみたいの。もろ男で、ヒゲとか生えてて、女好きそうな人がいるけど、目は男の人を追ってんの、こうやって。普通は女を見るじゃん、あいついい女だなーとかさ、やりてーなーって見るじゃん、電車の中で。そういう人たちって、もう目がね、男ばっかしか見て、女を見てないんだよ。で、電車の中で、同じ男を見てたりするんだよね。そういう人たちってこうやってさ、払って。で、同じ男を見て、お互いに目が合うんだよ、こうやってね。男をやっぱ見てるかな。あ、あなたもそうねって、そうよ、みたいなさ。電車の中でそうよってね。うんうんうん。あいつね、みたいなさ、アイコンタクトで、ね、喋んなくても目で話せるみたいなさ。あいつが取れん。あ、ごめんなさい。テレビを見ててもわかる。わかるよ。そのさ、テレビのチョイスでもわかるよ。例えばさ、映画で言うとさ、チャーリーズエンジェルとかが好きだったりとかね。だ歌手とかで言うと、なんだろうな、ビヨンセのファンだったりとか、アイドルのオタクだったりとかさ、うん。浜崎あゆみのグッズを集めてたりとか、まあ昔で言うピンクレディーとかね。そう、振り付けが完璧にできて歌えちゃうとかさ、もうもろそうだよね。いや、芸の人でね、宇多田ヒカル好きな人、まあいると思うけど、結構マニアックのジャンルだね、宇多田ヒカル。だいたい浜崎あゆみか、その時代だとね、倖田來未か、そうだね。そういう風に流れてってね、安室ちゃん、あゆ、倖田來未とかみんな好きだね。うん。そうなのよ。あとユーミンとか松田聖子とかね、明菜とか。うん、なんかね、フレンドリーな歌手はやっぱみんな好きだよね。そういう歌があったりとかさ、思わせぶりな歌とか。あとライブの時にダンサーがさ、そっち系の人だったりとかさ。で、ミーシャとかも人気だよね。うん。ミーシャとかね。ジャニーズが好きな人ってのあんまりいないんじゃない？
みんなさ、新宿二丁目とかさ、あんまりわかんないと思うけど、ジャニーズ系ってさ、普通の女の子たちの世界だと、イケメンとか言われるしよ。ジャニーズ系ってモテないんだよね。ああいうホストみたいなやつとか。うん。モテないの。ね、イメージで言うと、ケンコバ。ああいうのがモテるんだよ。三倍目ヒカルくんとかさ。ナーボーとかさ。あと誰だろうな。カズ軍曹とかさ。そう。普通だったらバファリンとかさ、たくみくんとかさ、そういうのじゃん。こよくんとかさ。そういうの持てないんだ、ああいうタイプね。まあ今の時代はわかんないけど、私の時代はそうだったね。で、フレッド・ペリーのさ、ね、ポロシャツ着て、ハーフパンツとかね。で、ガチムチで、ヒゲ生やして、短髪で、みたいな。そう、ラガーシャツに、ピチピチの短パンとかさ。そう。あ、だからジャニーズの中でモテんのはトキオとかだよね。そうだね。トキオとか好きな人多かったね。で、嵐じゃなくてトキオみたいな。三宅健とかモテない。私は三宅健とか好きだけどね。V6 の中で三宅か、ゴーくんが好きなんだけど、そうだね。そういうのはモテない。岡田純一なんてモテないよ、こっちの世界の人も。私はどちらかというと、女寄りのタイプだよね。そういう綺麗な、ジャニーズっぽいのが好きだから、どちらかというとみんな寄り。そう、あんまり男っぽいとか男臭いのが好きじゃないんだよ。マッチョ、もうムキムキマッチョとかさ、ガッチリ系とか無理だし。奈々ちゃんならビジネス相関も見抜ける。でもビジネス相関って何なんだろうね。昔で言う藤井隆でしょ？あんまりいないよね、ビジネス相関っていうのはね。いない。T 山くんはゲイでしょ？男好きじゃん、あの人。エンディーくんはバイセクシャルじゃん、あの人。どっちも好きなんだよ、男も女も。ひどんなちゃんは男が好きでしょ？肌ちゃんは、肌ちゃんはノーマルだよ。マツコデラックスは女装家。モスコちゃんも女装家でしょ？静香ちゃんは、だからトランスジェンダーじゃん。時静香ちゃんね、女の子になりたい人だから。一番わかりやすいのは、ここが何かよ、ハートが。自分がどっちなのか。持ってるものがね。私は女なんだよ。認識が、ハートが。男だと思ってないのね。私、チンポついてるけど。みんなと同じよ。このリスナー層とね。そう、辞任って言うんだけどね、それも。そこで変わってくるんだよね。まあ、大きな分類は。まあ、私たちはみんな一緒ってイメージだけどね。別に化粧してようが、ね。男のもんのパンツ履いてようが、男の格好してようが、みんな仲間みたいなイメージ。LGBT っていう仲間みたいな、その。でも、そこを細かく分けたい人もいるんだよね。中にはね。これは違うとか、あんたはこっちよとかさ。でも大体私のことをこうだこうだっていう人は、ノーマルの人が多いよね。お前はただのね、おっさんだろうっていう人は、ノーマルの人が多い。LGBT の人じゃない人が多い。そうだよ。性同一性障害なのかな。
だそこら辺も難しいよね。難しいよね。ただ脳みそと心が女だからな。ただチュルちゃんみたいにチンポを取る勇気がなかったんだよね、私も。そういう瞬間はあったんだけど、20代前半の時にさ、本当に考えてたんだけど、手術とかホルモンとかも打ってたしね。でもなんとなくやんなかったんだよ、その時。やっぱお金もなかったし、覚悟もなくてね。ヒゲの脱毛もしてました、その時に。永久脱毛やってました。7回やりました、私。でもまだ生えてくるの。移動用レーザー脱毛してます、私、ヒゲの周りは。強いのよ。強いの。薄くはなったの？もっと濃かったね。でもさ、初体験がね、私は早かったから、幼稚園の時だったからさ、その、いつも遊んでくれるね、お兄ちゃんみたいなのがいたのよ、小学生のさ。いたんだけど、その子に手を出されちゃったんだよね。女の子みたいに私可愛かったからさ、ちっちゃい頃、女の子と間違えられたりもあったんだよね。あれや、釜飯持ってるからね、釜飯ね。よいしょ。もう外に行こう。じゃあ行くわよ、みんな。靴はどうしようかな、靴は。ああ、なんか割れた。ちょっといいや。なんか割れたけど、そのまま行きましょう。気にしない、気にしない。君は気にしない。だな。歩きやすいサンダルできます。今ドレス着てるんで。雨は止んでますかね。じゃあまずね、とりあえず釜飯を作りたいんですけど、まずは何かな、お釜は持ってますんですけど、お釜は持ってるけど、まずご飯、ご飯はどこでゲットする、ご飯は、ご飯はどこかな、コンビニで、まずコンビニでゲットする。じゃあコンビニに向かいましょう。じゃコンビニでゲットできるものは何かな、コンビニでゲットできるもの。あ、前バスケット行けばできるね、確かに。前バスケット行く、スーパーみたいな。前バスだったら一発でできるんじゃないかな。米も、焼き鳥も。なんか焼き鳥を買えばいいね、焼き鳥ね。まあ、いい男。食べちゃいたいわ。こんなもんすよ。ね、田舎はこんなもんだよ。でも今日はお釜の日なんで、許してねって感じ。ちょっとテンション上がってきたわ、おじさん。え？あたし、テンション上がってきたわ、お釜の日だから。じゃあ行きますよ。次々と行きますよ。はい。あちらの方に行きます。これマイクいる？いらないよね、今持ったけど。あんま変わんないよね。いや、いらないの。だってこうやって喋ればよくない？相当でかいよ、声。な、こうリポーターみたいに行けばいいんでしょ、リポーターみたい。こうやって。歌は後で歌うかな、オカマっぽい歌はね。とりあえず釜飯、ミッション的に釜飯を作り上げなきゃいけないね、お釜の日だから。釜飯をまず作んなきゃいけないの。それがなきゃ今日はお祝いできない。チラシ寿司と一緒。チラシ寿司がなかったらひな祭りじゃないでしょ。ひなあられがなかったな。そういうことなんですよ。 OK。 じゃあレジにかかっちゃう。あ、じゃあ遠くからみんな見てみる、どんな感じか。ね、こういう感じですよ。どう、セクシー？こうさ、結構目立つでしょ。
ね、結構目立つでしょ。でもやっぱ太ったね、ちょっとね、腕とかやっぱりちょっと太ったなって思うわ、私も。よいしょ、ちょっくらね、やっぱでかくなる。でもでかくなった方が迫力が出るからね。ね、迫力は出たよ、前よりは。何を使う、何ボールを使う。こんにちは、おかまです。びっくりしてる。やっぱびっくりするのかな。もう関係なし、私たちの日だから今日何でもいいのよ、何でもいいんですよ。子供のとこ行ったら、こんにちは、おかまの日です、こんにちは。何でもいいんだよ今日やっても。気持ち悪いって言った、一人来たの、写真撮りに来たのかな。なんだなんだなんだ、あ、かくれんぼだ、かくれんぼ。私も隠れとこうかな、ここに。こうやってこうやってね。全然死活されちゃったん。怖い。死活、怖いとかそういう反応もなかったで。空気と一緒だった。元気だね、若い子たち。走り回ってるわ。元気ね、今の子供は。それなんかね、脇毛を剃り忘れちゃって、なんか気持ち悪いんだよね。恥ずかしいっていうか、今日ガチで脇毛そのまんぼう。私あんまりね、こういうことないんですけど、ドレス着ると。ぼうぼう。私の脇毛見たことないでしょ、みんな。ねえ。初めて見たんじゃないの？こんなにがっつり生えてるの見えたことないよね。いや、自信じゃなくて。ないし、ないし、ぶっちゃけ。ぶっちゃけないだろ。ね、これさ、買い物カゴの代わりにこの中に入れたら怒られるかな、商品を。戻さないかな。例えば、鶏肉買ったらこの中に鶏肉入れるのダメかな。どうすればいいの？なんか、道具があったね、ここに。道具が。パイみたいだね。2丁あるよ、2丁。忘れ物かな、これ、小物。2丁。どうしようかね。とりあえず、カツラとオカマはここに置いとこう。カバンとカメラはどうしようかな。怒られるかな。これも置いとこうね、とりあえずね、ゲットしたかな。ね、いやもうそのまま行っちゃう、ちょっとね、ちょっと失礼します。1店舗で揃っちゃった。うん、いやね、めんつゆはいらないと思うよ。だってもう具材に味がついてるかな、和風だしが。
それを混ぜればご飯に味がつくんじゃないかなと。そう、それで大丈夫だと思うよ。言わんごふじゃない、その違う、イワンコフでも、ルージェラでもないっつうの。イワンコフじゃない。イワンコフはイワンコフメイクっていうのやったでしょ。ほんとに。こういうメイクすると全部一緒になっちゃうんだよ。私顔こういうからね。もう、変わんねえんだよ。落としたって何？あ？しかし、何を落としたの？口の中に毛がめっちゃ生える今日。よいしょ。あ、おもちゃ落としちゃったかな。全部持ってるよ、おかまもう全部。よいしょ。いや、全部持ってるかな。しゃもじ、あ、しゃもじも入ってる。レンゲでしょ、レンゲ。わぁ、ちょっと待って、みんな。素敵。ほら、これ桜じゃない？桜。ほら、みんな写真撮ってる。素敵。なんか、オカマっぽいね、これね。あ、いいね、ここ、いい匂い。いいね。これお釜作るか。なんかお祝いっぽいもんね。よいしょっと。よいしょ。いいね。豪華豪華、すごいし、映えるしよ、映えるしよ、いいな。よいしょ、よいしょ。よいしょ。あー疲れた。待って、これをどうする？どうやって仕上げる？もうか、乗せるだけでいい？これ。ちょっと待って。よいしょ。乗せるだけでいい？これ。これ。まず、だから鶏飯ね、本当は鶏飯なんだけど。これでしょ、砂糖のご飯。まずご飯を入れますと、簡単。ご飯を入れます。こうね、ビリってやってね。みんなも真似してください。それをお釜に入れますと。こういう風にね。それで、こう、ちょっとほぐしますと。こうやってね。ほぐしましたと。ちょっと水飲んでいい？最初の水。もうこのアホ毛が嫌だ。もう顔にくっつくかな。かゆいんだよ、これ。かゆいの。マジかゆい。かゆい。かゆいな、これ。なかなか取れないんだよね。これベトってくっついちゃうんで、化粧してると。あ、いた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 、これだ。ここにもいた。OK。よいしょ。いや、こうやってもね、顔にくっついちゃってるから、こう抜かないとダメなんだよね。抜いたら抜いたで、そっからまた新しい毛が垂れてくるっていうの？次ね、今、ご飯を入れました。じゃあ次、こちら、なんだっけこれ、うずらの卵ちゃん。ね。水が入ってんだ、どうしようかな。
体に悪いからすっごいしょっぱいんだよな。どうしよっかな。あ、ごめんなさい。座ってても大丈夫ですか？お邪魔します。あ、はい。お邪魔します。陣取っちゃってる。一番いいとこ陣取っちゃってるな。捨てるって言ってもね、捨てらんないんだよね。とりあえずこっちに移動するか。とりあえずこっちに移動してまた元に戻せばいいんだよね。中身だけ取り出して、これね、こっちに移動して、で、またこっちに戻して、こうやったら立っておけるかな。後で処分するのも。OK、うずら入りました、今、うずら。うずらの卵。こういう感じ。ちょっと塩気がね、今ね、塩味が。塩味がちょっと加わりましたね。で、お次、みんなのチョイスね、これね。こちら、具だくさんひじき。これはひじきと、昆布、あと油揚げも入ってるね。人参も入ってる。いいっしょ。今、釜飯を作ってる、釜飯を。ね、ほら。一気に美味しそうになった。どう？いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。で、さらに、みんなのチョイス、こちら、きんぴらごぼう。で、これ、レンコンですね、レンコン。レンコンと人参。あと、なんだっけ。あれ、こんにゃく。それプラス、焼き鳥。こちら、鶏の詰め合わせパックを。で、これ、七味もついてるね、七味も。いや、でもね、味の計算的には合ってるよね、これね。これ鶏の詰め合わせね。この中のこの肉、これを取ればいいね、ももも。ねえ、もも肉だけ。皮とつくねはね、残しとくね、これも。で、みんなどうなったかちょっと見てみるね。美味しそうでしょ？釜飯やん。いや、全然食べれるよね、これね。全然いけるよ。味の計算よ、味の計算。皆様、本日はお忙しい中お集まりいただき、誠にありがとうございます。本日の日付、4月4日は私たちの日。お釜の日になります。3月3日はひな祭り。女の子の日ですね。5月5日は男の子の日。その間をとって、4月4日はお釜の日になります。それー！あー、じゃあ食べますもん。じゃあいただきます。今日は私たちの日、リスナーさんでもいると思うんで、LGBT の皆さん、じゃあ私と一緒にいただきます。おいしい。麺だけど、釜飯になってんじゃん。釜飯になってる。釜飯っていうか、鶏五目ご飯みたいな。
炊き込みご飯みたいな感じのね、イメージが。めっちゃうまい。そりゃそうだよね。だって既製品を混ぜてるだけだもん。既製品をただ混ぜてるだけだから。混ぜご飯ですよ。ありがとう、センキュー。それー、さっき外でご飯食べること多くね。この間も公園でご飯食べなかったっけ、花見で。まあ外の方が気持ちいいけどね。うん、だって春だからね。でもう桜は咲いてんね、今ちょうどいい時期。この絵、月曜日はだって咲いてなかったもんね、桜ね。この2日3日で咲いた、満開になったの。だピークは今週の週末だね。来週になるともう散っちゃうかもしんない、ワンチャン雨降ったの。うん、 CG みたい、綺麗に写ってる、私も CG みたいでしょ。レディー・ガガみたいな。本当？レディー・ガガ、イヴァンコフじゃないっつんだから。ありがとう、それ。マジでうまい。普通に食べれるね、これね。うん。でもさ、ご飯今日一膳だけなんだよね。二膳買わなくてよかった。一膳でちょうどいい。ちょうどいい分量。おかずが多いんだ今日ね。写真撮る。ちょっと待ってね、今食べてから。でもさ、これさ、普通に馴染んじゃってんだよね。わかる？めっちゃ人いるんだけど。普通に馴染んでんの。ぶっちゃけなんか桜と同化しちゃってんじゃない、私。全く馴染んじゃってんのよ。馴染みすぎだろってんだよね。でもね、逆に、おどおどしてたりとか、堂々してないと見られるんだよね、めっちゃ。怪しい人みたいな。こういう格好してる時とかね、変なメイクしてる時って。普通に堂々してると、あ、そういう人なんだな、みたいな。あんまり不審者に見られない。見た目は不審者だけどね。あ、そういうコスプレイヤーかな、みたいな。今の時代は。うん、だから水着で歩いてても普通馴染んじゃう。水着とか体操着とかさ、ファーストとかで歩いてる、セーラー服とかね。だから変態の人とかいるじゃん、セーラー服着たおじさんとか。ああいう人って異様な空気出てね、もう一発でわかるっしょ。オーラが変態のオーラ出てんだ。こんなに買っても食べれないからね。そうそう。今日ひろんなちゃんとふじみちゃんやるのかな、オカマの日。やるよね、もちろんね、オカマだから。やりそうじゃない？ほんとはさ、お釜を集めてね、座談会みたいのいいよね。来年やろうかな、それ。来年の4月4日、まあ、お釜をたくさん集めてと。ね、トークみたいな。今年はもう終わっちゃったけどね。
直樹兄さんがずっとやりたいと言ってんだね。おかまをたくさん集めて、おかまの番組みたいの。兄さんがなんか司会やってさ、そう。あ、もう食べ終わっちゃう、私早くない？もう完食しちゃう。うん、あとお肉だけ。あのね、鶏肉はね、ちょっとブヨブヨがあって、ブヨブヨが私好きじゃないんだ、あんまり。こんぐらいかな？ちょっと残そう。ごちそうさまでした。いいえ、私はサソリ座の釜。沖の住むまで笑うがいいわ。あなたは遊びのつもりでも地獄の果てまでついてゆく思い込んだら、おかま、おかま、おかまなのよ。それそれ。いいえ、私はサソリ座のおかま。サソリの星は一途な星よ。はい、この逆にね、最初パチパチしてて最後はシーンみたいな、そのいきます。聞こえてないんじゃない、聞こえてないんじゃない、ワンちゃん聞こえてないんじゃない。すんげえね、目の前に10人ぐらいいるんだけど、パチパチ出しても逆にね気まずいよね、パチパチ出して。じゃあフルでは歌わないって、次の曲もういいんじゃないの、もう帰ろうよ。じゃメンタルズサボロ、もういいんじゃない、1曲でいいんじゃない、曲でみんな桜見たいでしょ、ほら邪魔だし。これでアイドルっておかしくない？もうシーンってもう耐えられない、この空気に。無敵の笑顔で荒らすメディア、知りたいその秘密ミステリアス、抜けてるとこさえ彼女のエリア、完璧で嘘つきな君は天才的なアイドル様。今日何食べた？好きな本は遊びに行くなんだ、この服の何も隠してない、それは内緒、何も聞かれてもノラリクラリ、そうだそうだけどさんさんと味噌で見えない秘密は、それはないないないだけどないないない、相手はさ誰かを好きになる、こんなのにわからなくてさ、嘘か本当か知らない、そんな言葉に私たち好きにさせる、誰もがね奪われてく、君は完璧で素敵な愛と常人在現れ、一番帽子の生まれ変わり、ああ、その笑顔にその気持ちで、ちょっと待って、ちょっと待って、ありがとう、ありがとう、ちょっと息継ぎ、息継ぎ、そんで子供ちゃんたちがね知ってたみたい。あ、暑い、ちょっとカツラ取っていい？暑いんだよね。おいしょっと。カツラ取っちゃう。ちょっと暑いマジで。もう帰ろうぜ。恥ずかしいから帰ろう、みんな帰ろうって、もう2曲でいいんじゃないの。まだらまだら、お客さんだってまだらまだらなのね、80から12歳まで今。帰ろうぜ。じゃあ場所変える、場所変える、場所変えようよ。
ちょ、耐えられないってこの空気。微妙な空気。パチパチも、ね、私もちょっと恥ずかしいから乗り切れてないって感じ。やばって。何の曲を歌うんだって次。耐えられないって。じゃ、みんなの雰囲気をそのままね、持ってきたいんだけど、ちげんだやっぱな、リアルは。リアルは乗れないんだよ。ただの変な人にしか見えない。なあ、今日私の歌声聞く、届かないんだよ。届かないの。恥ずかしいってんだかな。博多の塩なんか届かねえんだの、一発で終わっちゃうだ。もう帰ろう。やだって、ほんと。恥ずかしいって。だって上は90から下は13まで。どんどん集まってきちゃっても桜撮るためにもう恥ずかしい。写真撮って終わりにしようよ。じゃ、やりたくないの。写真撮ってもう終わりたいの。だから恥ずかしいかな。恥ずかしいの。急に恥ずかしいの。恥ずかしいって。どうした？今桜の歌歌ってる。さっきかくれんぼしてた？あ、やっぱり。ね、これさ、写真撮ってくれない？撮り方わかる？あ、はい。じゃ、お前撮る？あ、僕も。さ、桜の木の下で写真撮りたいんだけど。あ、はい。あ、ボタン押す。いい？ごめんね。はい、チーズ。はい、こんな感じでいい。あ、上手だね。来て、ありがとうございます。YouTube とかいろいろやってる。あ、今ね、そ、これやってんのよ。逃げない。逃げじゃないのこれ。まあ、気を使ってんだ私だって。いいじゃん、もう気を使ってんのにね。また噂立っちゃうでしょ。引っ越すまでおとなしくしとかないと。そうでしょ。ちょっと離れたところで歌えばいいんだね。すごい写真綺麗。すごいね、上手ね。うまいわ、あの子たち。あ、銀行だ、銀行。銀行忘れてた、みんな。銀行。銀行間に合わなくなっちゃうわ。よいしょ。銀行ね。ありがとうございまーす。銀行、銀行。三井 UFJ だ。今日は。お次歌いなさいよって言ってカラオケ大会になっちゃうかも。あげればよかったからマイク。でも使い方わかんないからな。じゃ、いいんだけど、歌ってもいいんだけど。どん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 人集まってきちゃってさ。どん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 集まってきちゃったの。カラオケ大会みたいになっちゃって。桜の木の下で歌うのね、気持ちいいかな。そう。あ、カツラ持ってきた。入りましょう。すごい。何の、スズメこれ。何の鳥？すごいいい声ね。鳥も歌ってると。やっぱ今日はもうそろそろ春だよ。で、今年は春のおばさん会ってないからね。通りすがりに春っていう歌ってるおばさんがいるんで、毎年春のおばさんって言ってるんだけどね、私。そう、春のおばさん、春とか言ってね。いや、本当に、本当嘘じゃないよね。
通りすがりに歌うのよ、春の歌を。デブーじゃなくて。やっぱ私はさ、なんか人が集まってきちゃうのかな、自然と。困ったもんだね、一人でひっそりとやりたいのにさ。どん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 集まってきちゃうかな。どん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 ね。ね、この町の人たちみんな優しいっしょ。ね、逃げないで近づいてくれるからね。最初は遠くで観察してるけど、害がないと思うと近づいてくるんだよ。なんだ。ノリがいいね、ノリが。でも子供は下ネタを言った瞬間に逃げたよね。やっぱダメなんだね。下ネタ言ったな。そういう風に親にも言われてんじゃない？そういう時期なんじゃない？あんぐらいのね、小学生とか。よいしょ。まあ、こんな、今年はこんな感じでいっか。お釜の日は。こんな感じで。今年はね、来年はちょっとおかまちゃんを集めようかな。本当に。ちょっと藤見ちゃんとかひろんなさん相談して、直樹兄さんと。そうそう、釜パーティーね。釜を囲めばいいんだよ。お釜で。一つの釜を。一つの釜を囲んで、音楽流してそれを取り合うっていうね。殴り合いで。ビストリゲームのあの釜バージョンみたいな。よいしょ。じゃあ終わります。ちょっと私着替えてメイク落としてちょっとね、生ゴミが半端ないんで、ちょっと掃除するわ。